なりあい観音。昔々丹後のある山寺で一人のお坊さんが修行していました。ここはとても雪の降る土地なので、山寺は深い雪に閉じ込められていました。持っていた食料は次第に少なくなり、村に降りて食料をもらおうと思っても雪が深くて外に出ることもできません。仕方なくお坊さんは一心にお経を唱えていました。初めのうちは我慢していたのですが、何も食べないで10日も経つうちに、もう立ち上がる気力もなくなってしまいました。本堂の隅に座ったまま、途切れ途切れにお経を唱えるばかりです。春も近いというのに、この深い雪のせいで、ただ死を待つばかりです。そこで本堂の正面にある観音様に手を合わせてお願いしました。南無観世音菩薩。ただ一度観音様のお名前を唱えただけでも、いろいろとお願いを叶えてくださると聞いております。私は長い年月観音様を拝んでおりますのに、その観音様の前でもうすぐ飢え死にしようとしています。観音様、私は高い位やお金をお願いしているのではございません。ただ食料を、一日の命をつなぐだけの食料をどうかお恵みくださいませ。そう一心にお祈りしてからふと向こうを見ました。すると本堂の隅の壊れているところから外の雪景色が見えて、そこに何か横たわっているものが目に入りました。おや、なんだろう。お坊さんは這うようにして本堂を出ると、その横たわっているもののそばに寄ってみました。それは狼に食い殺された鹿でした。こんなところに鹿とは、ありがたや。これこそ観音様から授かったものだ。お坊さんは最後の力を振り絞るようにして立ち上がりました。しかしふと心の中にこんな考えが浮かんできました。自分は長い間仏の道を修行してきた。仏の道に勤める者はどんなことがあっても肉を食べてはいけないことになっている。もしこの教えを破れば、地獄、ガキ、畜生の三悪道に落ちると聞いている。仏の道を修行している者がたとえ飢え死にしようと、どうして肉を食べることができよう。お坊さんはそう思って一度は思いとどまりました。しかし目の前にある鹿の肉を見て、どうしても我慢ができません。ああ、もうどうなっても構わない。たとえ死んだ後どんな罰を受けようとも、このまま苦しみながら飢え死にするよりは食べた方がましだ。そう決心すると、お坊さんは鹿の左右の桃の肉を切り取り、鍋に入れて煮ることにしました。そしてガツガツと獣のようにその肉を食べたのです。その味は今まで食べたどんなごちそうよりも素晴らしいものでした。しかし食べ終えた途端、お坊さんは声を上げて泣き出しました。仏の道に背いたことがとても悲しかったのです。さて次の日、お坊さんはお寺の方に近づいてくる足音と話し声に気がつきました。このお寺にこもって修行していたお坊さんはどうしておられるだろう。雪に閉じ込められて食べ物がなくなったのではないか。それを聞いたお坊さんは急に慌て出しました。そうだ、鹿を煮た鍋を隠さなくては。そう思いましたが、慌てるばかりで何をどうしていいのかわかりません。鍋の中を見ると、食べ残した肉がそのままでした。これを見たら村の人たちは何と言うだろう。
坊さんが鹿の肉を煮て食べたと言いふらすに違いない。修行している者にとってこんな恥ずかしいことはない。お坊さんはただうろうろするばかりです。そのうちに村の人たちが本堂の中に入ってきました。おお、ご無事で何よりでした。今年の冬の寒さは格別でしたな。このお山は大変だったでしょう。村の人たちはそんなことを言いながら荒れ果てた本堂の中をぐるりと見回しました。そしてその中の一人が炭にあった鍋を見つけたのです。鍋の中を覗き込んだ途端、わあ、これはと大声で叫びました。みんな驚いて一斉に鍋の中を覗きました。鍋の中には鹿の肉が。いいえ、鍋の中には細かく切り刻んだ木が入っていたのでした。鍋の周りには木を食い散らした跡があります。おお、いくら食べるものがないと言ってもよくまあこんな木の切れ端を食べられたものだ。木を食べてこの冬を越されていたとはなんともおいたわしいことよ。お坊さんは村人の言葉を聞きながらわけがわからずに呆然としていました。すると今度は本堂の正面にいた人が大声を上げました。これはもったいないことを。村人たちが一斉に振り返るとどうでしょう。正面に置かれた木で作った観音様の像が左右の腿のところを大きく削り取られているではありませんか。ひどいことをなさるお坊さんじゃ。これはあんまりじゃ。木を食べるなら柱でも食べたらよいのに、よりによって大切なご本尊を食べるなんて。村人たちの言葉に坊さんはご本尊様を見上げました。確かに村人たちの言う通り、観音様の左右の腿がえぐり取られています。お坊さんは思わずご本尊様に手を合わせました。ああ、本堂の外に倒れていた鹿は本当は観音様だったのだ。それもこの私を助けてくださるために。ナム観世音菩薩、ありがたやありがたや。お坊さんは心を込めてお祈りをすると、村人たちに今までの話を語って聞かせました。すると聞いていた村人たちも観音様のありがたさに思わず手を合わせました。語り終わったお坊さんはもう一度観音様の像に向かってうやうやしく手を合わせると、おかげさまで命も心も助かりました。これが最後の願いです。どうか元の姿に戻ってくださいませと心を込めてお祈りしました。すると不思議なことに、みんなの見ている前で観音様の削り取られた腿がきれいに元の姿に戻ったのです。このことがあってからこの観音様を成り合い観音というようになりました。成り合うという言葉には、完全に出来上がる、願いが必ず叶うという意味があるのです。そしてお寺の名前も成り合い寺と呼ぶようになり、今でも多くの人が訪れているのです。以上、成り合い観音をお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、ということで皆様こんばんはでございます。
本日1月の19日第43夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。前回ですね、三遊亭圓朝先生のまた先生って言っちゃった、三遊亭圓朝師匠の、神経重ねが淵をすべて読み終わりまして、本日よりですね、1月いっぱいは、福娘童話集というサイト様の方から、日本の昔話、日本の民話などを中心に読ませていただきたいと思います。すいません、なんかねまたちょっとね、会社でおしゃべりしすぎたせいか喉がガラガラしておりますけれどもね、すいませんね。はい、でですね、帰ってきてから溜まってた仕事を終わらしちゃおうと思って、いろいろごそごそやっていましたらですね、なんかテープカッターで指は切るわ、なんかパソコン立ち上げてる間にこう出してた道具をね、しまっちゃおうなんて思ってたら、いつの間にかパソコンが勝手に再起動かかってるわね。始めるのがねちょっと遅くなってしまいましたけれども、すいません。ですね、でそしてですね、いつもはね、こういう、古典の時以外は、その日に何を読むかというのをね、一応全部ピックアップしてから放送するんですけれども、それさえする時間がなくてですね、今大慌てで探してきて、あ、これでいいやと思って読ませていただいたんですけれども、このお話がですね、以前に日本昔話か何かで、放送されてたことがありまして、なんかね、この観音様のね、桃の部分を、鹿の肉だと思って食べてしまったというアニメをね、子供の時に見たことがあるんですけど、それでねふっと思い出して、あ、この話この話と思って読ませていただいたんですが、この話はですね、京都府の民話ということで、実際に京都にあるのではなかろうかというね、成合寺と読むんでしょうかね、清掃寺とお読みするんでしょうか、公式のホームページもあるようですね。URL を見るとどうやら成合寺というお名前のお寺様のようですね、公式のホームページもあるということで、実際にそちらのお寺に伝わっているお話ということで読ませていただきました。はい、なんか早速ね、書き込みをいただいております。276番 FW11B レート5さん、焼肉ライスバーガー美味しい、焼肉ライスバーガーが一番好きなバーガーです、というわけで皆様おはようございますということでですね、はい、もうすっかり日付も変わりましてね、おはようございますでございます、というかこんばんはというかね、奇妙な時間でございますけれども、焼肉ライスバーガーうまいですよね。やっぱね、焼肉はね、バケットっていうかバンズではなくて、やっぱね、ライスで食べたいですよね。私も好きです。はい、そして私の今日のお昼はサブウェイのね、照り焼きチキンでしたけれども、最近ちょっとサブウェイにハマってます。277番整理整頓な人さん、鹿肉鍋が美味しい季節です、こんばんはということでですね、はい、こんばんはでございます。鹿肉ね、一回だけ食べたことあるのかな、一回だけ鹿肉いただいて、ジンギスカンかなんかにして食べたのかな、タレを買ってきて、もうずいぶん前なんでよく覚えてないんですけど、なんかそんな風にして結局ご飯の上にぶっかけて食べたと思います。鹿肉ね、今私の目の前にですね、サンデーに連載中のね、荒川博夢先生の銀のサジという、漫画のコミック第6巻があるんですけれども、そこのね、表紙の折り返しにね、鹿肉もっとポピュラーになんないかなみたいなことが書いてあって、鹿肉ねなんて思ってたんですけども、鹿肉ってもっとメジャーになりませんかねみたいなことが書いてあるんですけどね。鹿肉でもあれ確か結構ね、脂が少なくてヘルシーっていう話を聞いたような気がするんですけどね、食べてみたら意外と美味しいですよね、あれね。278番整理整頓な人さん、腹減りすぎて幻覚でも見たか、観音様のお慈悲でしたか、ということでね、そうなんですよ、日本昔話版の方はね、漁師さんが持ってくるんですよ、雪の中を。漁師さんがお坊さんお坊さんって、鹿を一頭仕留めたんでね、お裾分けにこれ食べてくださいというので、鹿の、右足だか左足だかのね、足を持ってきて、
もう雪も深くてね、なかなかここまで上がってこれないから、せっかく取った獲物だからどうぞお坊さん食べてくださいというの で持ってくるんですけれども、やっぱお坊さんがね悩むんですよ。生草をしちゃいけないというのでね、肉食ができないのでどうしようと思うんですけれども、他にもう何も食べるものがないというので、思い切ってその鹿の肉を鍋で煮込んで食べるんですけれどもね、春になってというか、雪が溶けて村人が上がってきて、お鍋の中を見たらやっぱりコッパが入ってたというので、お肉だと思って食べたものは観音様の足の部分だったっていうお話でしたけれどもね。279番目の迷い人さん、ギョワンちゃん、なんか久しぶりの声で嬉しいやん、うっす生理の人ということで、これはヘッさんですね。はい、こんばんはでございます。お久しぶりですね、どうぞ しばしお付き合いを していただきたいと思います。280番生理正当な人さん、新吉観音、静観音、一角観音ってのはいかが。ご利益なさそうですね。一角観音なんてね、泥棒さん方が拝みそうな観音じゃないですか。新吉観音ね、なんかこうずるずると、その成り行きに引っ張っていかれそうなね。静観音はあれですよ、思いのほか思い切りがいいというね、もうやると決めたからにはズドンとやっちまうというような観音様。どれもこれもご利益なさそうですね。281番 FW11B レドゴさん、なり合い観音ではなく、なれ合いはいかんのに、一瞬空耳、なれ合いはいかんの。うまいな。なれ合いね。282番整理整頓な人さん、雨月物語はいつ頃に、どこぞの姉さんとこのツイッターで見た気がするぞ、指切りということで。指切り。雨月物語、雨月物語はね、雨月物語は去年の12月の9日、そうですね、12月の9日に青ずきんと吉備津の釜を取ってますね。これまだ多分あげてないですね。あと10日の27夜に朝地ヶ宿と夢の恋を読んでますね。であと17日の29夜目に、仏法僧と邪聖の院で、18日の30夜に、浅井料理のおとぎ奉公からボタン道路死後の列女と、あと残りの、邪聖の院の後編を読ませてもらってますね。あれ上げてませんでしたっけ、どこぞの姉さんとこのツイッターで見た気がするぞ、指切り、おやいやいやいや、指切り。とりあえず雨月物語読めるものは全部読んだんですけど、あとね残って、全巻別に読んだわけじゃないので、他に何でしたっけ、吉花のちぎりとか、いくつかあるんですけれども、ちょっとね、別に怖そうってわけでもなかったですけれども、怪談として成立するかなというようなのをチョイスして読ませていただいた分なので、ちょっと後でアーカイブ確認してみますね。もしかしたら上げてない分があるかもしれませんので、ね、どこまで上げたか自分で分かんなくなっちゃった。283番へっさん、280番整理整頓な人さんへ、風邪は治ったのということでね。あ、そうですよね、整理の人さん風邪ひいてましたよね、そういえば。284番整理整頓な人さん、283番へさんへ、一応ねということで、一応でも良くなってきてるということで良かったです。285番整理整頓な人さん、さっきベーコンチーズバーガー by 7.11 食べたばっかりだとか言って、ね、7.11 ベーコンチーズバーガーということは、ベーコンチーズバーガーってことはマックじゃないですね。ファーストキッチン。あ、そういえば今日の私の晩ご飯はファーストキッチンでしたね。
会社の帰りに食べて帰ったんで、お昼はサブウェイの、夜はファーストキッチンってジャンクばっかり食ってんな。なんか最近ね、ちょっとそっちの方にね、心が動いてしまって食ってますけれどもね、うん、いつかやってみたいサブウェイの全部のせいっていう。なんでなんかね、お店の人の話によると全部のせってあんまり美味しくないんだよっていう話をちらっと聞いたんで、ね、そこのお店のスタッフさんにおすすめのトッピングは何ですかって聞いてみたいなと思ってるんですけどね。286番へっさん、283番政治正当な人さんへ、夜中にベーコンチーズってもうお年なんだからカロリー制限しないと高血圧痛風とか怖いでーということでね。そうですよ、若い頃からの不摂生がね、やっぱりこの年になって出てくるんで、もうね、今更何が悪いとかって言うんじゃないんですよね。生活習慣の全てが悪いみたいなね。うちの相方さんがそうですけれども。もう今更ながらにビール飲まなきゃなんとかなるだろうみたいな。で、そういう問題じゃねえからっちゅう。ただね、こう、そういう風に言うと、あれ食べちゃダメなんでしょ、これ食べちゃダメなんでしょ、とかっていう風に言うんで、もうね、そうやって言うと、どんどん悪い方向に行くからやめてって言いましたけどね。もう食べられるものをありがたく食べなさいということで、これ食べたら痛くなるのかな、痛風になるのかな、病気になるのかなと思って食べたら病気になるからやめてくれって言いましたけどね。まあ、ほどほどに食べさせてはおりますけれども。うん、287番目の迷い人さん、雨月物語好き、聞かせていただきますということで、はい、ありがとうございます。もう本当にね、素人朗読なんで神々で、見て読んでるだけというような状態ですけれどもね、YouTube のアーカイブの方に、多分上げてるはずだと思うんですけど、29は上がってないな、29夜がですね、あれですよ、音がでっかくて割れちゃったっていう日ですね。なんでこれは再録しなきゃいけないので上がってないはずなんですが、30夜は上がってるはずです。あ、だからもう自分でもちょっと不安になってきちゃった。もう順番バラバラに上がっちゃってるので、とりあえず、画面の方にね、何を読んでますっていうのが出てますので、それで確認していただければなというふうに思います。雨月物語の場合は雨月物語と書いてありますので、そちらの方で確認していただければ確実だと思います。あ、288番整理整頓な人さん、指切ってそれだけでも痛いのにうんうんって書いてたと思う、指切りという。指切りね、なんだっけなんだっけ記憶が曖昧になってます。そうそうそう、指切りって、約束するからっていうので、ジョローとそのお客さんが、ね、この世のちぎりにというので小指と小指を絡めて、指切りをするわけなんですけれども、お客さんが来なくなるとジョローがその指を切ってね、送りつけるという、あんた私との約束をお忘れなのかいというので、指を送りつけるというね、そういう習わしがあったというところから指切りっていうのが来てるそうなんですが、なんかあの時代にはですね、その小指のね、作り物を作る職業というのがあったんだそうですよ。そのお客さんが、心変わりするたびに指切ってばっかりもいらんないので、このね、小指の形をしたものを作るという、職人さんがいたんだという話を、なんかで聞いたことがありますけどね。何でも商売になるんだな。289番 FW11B レッド5さん、 7.11 イコールセブンイレブンということで、あ、そっか、セブンイレブンかそのまま素直に 7.11 って読んじゃったよなんだよそれ、そうかそうか すいませんね、290番整理整頓な人さん、 7.11 イコールセブンイレブンということでね。あ、セブンイレブンか。うち近所にセブンイレブンがないのでね、パッと頭に浮かんでこないんですよ。うちすぐ近所にあるのが 3F なんで、で、唯一うちから、唯一ってわけでもないか、駅前に一軒あったんですけれども、今ビルを改装してる最中で、そこの中に入っててセブンイレブンがね、今閉店中なもんですから、
セブンイレブン行こうと思ったらね、うから自転車でね、20分ぐらい走んないとダメなんですよ。ないんですよ。そう、その他のコンビニはね、うち歩いて3分ぐらいのところに 3F があって、で、自転車で10分ぐらいと行ったところにローソンがあるんですけど、セブンイレブンは遠いですね。うん、291番目の迷い人さん、ココイチの全部乗せは挑戦したいぜ、ということで。ああ、ココイチさんのね、全部乗せ。最近ココイチ行ってないな。でも、あそこのお店で全部乗せってできるんですか？あれ乗せたらすごいことになりますよね、カレー。カレー見えないんじゃないかっていう。すごい、で、なんか味がごっちゃごちゃになりそうな気がしますけれども、大丈夫なんですかね。もしね、トライされたらぜひ感想を教えていただきたいと思います。292番ヘッケルさん、もうギョアンちゃん心配させれるんだから、でも元気で素敵なお声聞いて安心しましたということでね、はい、ありがとうございます。もう本当にね、正月仕事終わってよっしゃこれから休みだと思ったらね、ちょっと体調、家族総出で体調崩してしまいまして申し訳ありませんでした。うちのね、私と息子は、感染性の胃腸風邪ですよね。ウイルス性なのかな、感染性胃腸炎というか胃腸風邪というか、そんな感じでお腹に来ちゃう風邪だったんですけれども、うちの相方がですね、なぜか家族の中で一人だけノロをもらってきやがりまして一週間ちょいねお仕事休ませていただいて、ようやく今週から復帰したんですけれども、本当ね、普通にね健康な状態であれば、免疫が普通に働いている状態であれば、ノロなんかもね感染しても2日ぐらい寝込んだ状態でもう治るらしいんですが、解放に向かうらしいんですが、たまたまうちの相方さんがですね、風邪ひいて体調崩してる時だったんで、もう一気に悪化してしまいまして、ちょっと長かったですね。1週間ちょい家の中でゴロゴロして、布団とトイレの往復みたいなことになってましたからね。ほんと皆さん、体力勝負ですよ、うん。この時期乗り切るには体力勝負なんでね、ちゃんと食べて、ちゃんと休養を取って、生活していただければなと思います。293番目の、整理整頓な人さん、286番、これは、ヘッケルさんかな、ね、もうメタボってるからっていう、そう、ヘッさんにですね、もうメタボってるから無問題ということで、もう満タイということでね、いや、もう、諦めちゃダメでしょ。諦めてるのに、もう問題ないわけじゃないですからね。メタボはメタボでまた困りますから。はい。私もあんまり人のこと言えないですけどね。294番 FW11B レッド5さん、3F とはこれまた希少ですね。ということで、そうなんですよ。3F 少ないんですよね。結構ね、うちを中心に考えてみれば、周辺にはね、いろんなコンビニがあるんですよ。サークル系サンクスもありますし。ローソンもありますし、セブンイレブンももちろんあるんですけれども、一軒だけでポツンと 3F があるんですよね。ファミリーマートもうちから自転車で10分ぐらいのところに一軒あるな。割と、自転車で行ける範囲内にはコンビニは充実してます。ただその中で、ポツンと一軒だけね、あまりメジャーでない 3F さんが頑張って営業してますけれども、個人的に 3F 好きなんでね、クリスマスのケーキが非常に美味しいというもう毎年ねコンビニでお願いして、買ってるんですけれども、意外とこう全国的に見ると少ないですよね、 3F ね。295番 FW11B レッド5さん、ここ一番屋でカレーのトッピング全部乗せ挑戦してみたということで、ああやった人いるんですね、やっぱりね。はあ、どんなんだろうな。ははすげえ今ね、貼っていただいた URL で覗いたんですけど、これカレーじゃねえすごいすごい、写真がすでにね、カレーじゃないです。全部のせっていうか、トッピングバラバラで出てくるんですかね、これね。
そうかそうかそうか、トッピング皿、あまりにも量が多いためルーとかトッピングが別皿になるそうですということでね。はあ、なんか本当にオードルブルか何かを注文したみたいで、ドーンと揚げ物のお皿があって、ポテトとかコーンとかハムとかっていうのが小皿に分かれてくるわけなんですね。でそれをカレーの上に乗っけて食べると、すげえ、これ全部乗っけたらカレーじゃなくなるわすごいなぁ、ひゃーひゃーひゃー、いや無理私は無理かもしんない私は普通にカレーが食べたい296番ヘッケルさん、293番、整理整頓な人さんへ、風邪ひいて少し痩せたかにゃって思ったんやけど、あかんかったん、痩せへんのーということでね、なかなかね風邪ひいたからって痩せないですよね。なんだろう、まあ、うちの相方がそうでしたけど、体から水分が出てっちゃうんで、あのね、頬はすごいげっそりして肌の色がめちゃめちゃ悪くはなりましたけど、だからつってお腹がへこんだかつったら、お腹はへこんでなかったような気がしますね、あのビールっ腹が。まあ、多少は変わったかもしれませんけれども、見た目そんなに変わったなっていうほど痩せてはいなかったんで、風邪ひいたからってそんなに痩せはしないですよね。本当に風邪ひいてね、食べられなかったりしたら痩せんじゃねえのとかって思うんですけど、意外と痩せないっていうね。逆に筋肉つけた方が痩せるっていう、なんていうんですかね、体の燃費が上がるんで、その方がいいっていう話は聞きましたけどね。そうそう簡単に筋肉もつかないんで、なかなかこう、思ったように痩せられないのが現実ですけれども。297番整理整頓な人さん、セブンって関東圏発祥じゃなかったのかい？西日本はローソンが強かったと思うんだが、最近はセブンばっかになってるよ、うちの周りということで。そうですね。一応ね、都内、そうだよ、東京発祥ですからね。そんなような気、まあ、イメージなんですけれども。もともとがね、朝の7時から夜の11時まで空いてますよということで、セブンイレブンという名前になったんですが、ではね、通勤途中のサラリーマンの方たちがね、朝からちょっとなんかこうドリンク買ったりですとか、朝ごはん食べられなかったんでおにぎり買ったりサンドイッチ買ったりするのに、やっぱ7時ぐらいに空いてるのがありがたいということで、その時間帯に空いてるお店がなかったことから非常にこう繁盛したというのが、セブンイレブンがこうね、大々的に広まっていった背景らしいですけれども、でその後にどんどんこう営業時間が、伸びていって、最近でも24時間営業が普通になっているというね。で、もともとはセブンイレブンって確かセブンイレブン単体で、経営してたのを、何でしたっけ、イトーヨーカドーか、イトーヨーカドーをやってるところと、合併して今セブンアイホールディングスでしたっけっていうような形になってだったんじゃないかなというふうに、記憶してるんですがね、あやふや。はい、でもあれですよね、セブンイレブンの、都内の分布図を見ると吐き気がするくらい気持ち悪いっていうぐるっとね、なんか都内の地図を見る、セブンイレブンの分布図の地図を見ると、もうなんだろう、ぐるっとセブンイレブンしかないっていう、ちょっと歩いたらセブンイレブンじゃんみたいな感じで、地図だけ見てると非常に気持ち悪くなるくらいこういっぱいあるっていうね。その地図をどっかで見たことありますけどね。289番整理整頓な人さん、296番ヘッケルさんへ、順調にメタボってますよってことで、そんなの順調に育てなくていいんですよ。299番整理整頓な人さん、ポプラなら近くにあるけど 3F はないなーということで、あ、逆にうちの近所ポプラはないです。うちから車で行かなきゃいけないところに一軒あったかな、まだ残ってんのかな、ポプラ。なんかね、昔あったんですよね。街道の裏街道の方行くと確かポプラって一軒あったような気がしたんだけど、今もあるのかな、どうなんだろう。300番目の迷い人さん、295番のこれは FW11B デッド誤算ですね。すげえ、いつか制覇しちゃるというね。お、火がついてしまった。
ね、301番さん、FW11B05さん、300番さん、頑張ってください。結果もここでご報告をということで、はい、私も待っておりますのでね、もし、制覇されましたら、もう、教えていただきたいと思いますよ、はい。私はやらない。私は普通にカレーが食べたい。そう、すげえな。302番整理整頓な人さん、カレーならこれだということで、どこですか何これ、未成年お断りの18金カレー、リー辛さ30倍より辛いと豪語する、板辛仕上げ、はー、すげえ、30倍を上回る、未成年は食べちゃダメよっていうね、救急車カレー嫌なネーミングだな、おい。はあ、成人向けとか言って。はあ、うち普通の辛口でもね、結構舌ビリビリするので。でもね、あんましね、あれですよ、辛いもんばっかり取りすぎると、腸がやられちゃいますから、ね、ほどほどにした方がいいですよ。今ね、香辛料の刺激が腸に非常にこう、きついというのでね。あんまり辛いもんばっか食べすぎるとね、お尻痛くなっちゃうって話は聞きましたからね、ほどほどにした方がいいですよ。303倍ヘッケルさん、100円ローソンばっかり行ってるね、貧乏人やから。でもシール見て韓国産と中国産だけは買わない。だって農薬とか雨で汚染とか、そもそも信頼できないから。蜂蜜も国産は高額だけど、カナダ産の蜂蜜は買うしかないよん、ということでね。そう、やっぱり見ちゃいますよね。そうなのよ。だからまあ、ね、流通してるものは本体は信頼して買いたい部分があるんですけれども、やっぱちょっとね、どうしようかなっていうふうに迷っちゃう部分がありますね。国産高いのよね、確かにね。蜂蜜か、蜂蜜はね、うち私しか食べないんでね、買って置いとくとすぐ結晶化しちゃうんで、なかなか買わないんですけどね。会社帰るときにね、途中下車してちょっと、お買い物行ったりするんですけれども、あれは成城石？あれね、うちの息子に言わせると、あれは成城石井だって言うんですけど、私は成城石井って呼んでるんですが、あそこでね、買う買わないは別として商品見るのが楽しみなんですけど、一回あそこの蜂蜜をちょっと買ってみようかな、ボトル入りのね、蜂蜜を買ってみたいなとか思ってるんですけどね。そう、カナダ産、そう、ね、カエデの葉っぱのマークのついたね、カナダ産の蜂蜜買いたいな、なんかこうね、ボトルに入ってるイカのみたいなやつがね、すごい好きでね、いつも眺めてこう手に取って、棚に戻して帰ってくるんですけどね。304番整理整頓な人さん、コンビニじゃないがマックスバリューも増殖しとるということで、あーマックスバリューね、マックスバリューうちの近所ないな、確かないで、記憶にないですね、私の頭の中の、動き回る範囲内の地図にないので、おそらくここら辺にないんじゃないかと思うんですけどね。マックスバリューか、安いんですかマックスバリュー。結構ね、うちから結構距離あるんや、あったとしても距離あるんじゃないかな、車で行かないと絶対無理ですね。305番ヘッケルさん、カレー煮込んで最後にカルダモン少し振って混ぜてみということで、おー、なんかマニアっぽいというか通っぽい名前が出てきましたよ。カルダモンですね。うちはたまにインスタントコーヒー入れたりとか、ヨーグルト入れたりとか、チョコレート混ぜたりとかしますけどね。ちょっと味に変化が欲しいときに。ちなみに、うちの実家の母親は、カレーにソースをかけて食べる人でしたね。うん。こうするとなんか味がちょっと甘くなって好きとか言って、カレーにソースかけて食べる人でしたけど。かけてみーと言われるんで、私はね、子供心に反抗して醤油かけて食ってた記憶がありますけどね。うん。最近ね、うちでカレーを作るときは、じゃがいもを入れないで、人参と玉ねぎを細かく刻んで、大体チキンカレーですね。うちの相方なんかはたまに、ね、じゃがいもゴロの豚のカレーが食べたいって言われるんですけど、
あんまりね、そのジャガイモゴローのカレーがね、私なんでだろう、なんでかね、あんまり好きじゃないんですよ。要所にあれかね、うち家族が多かったんで、一回カレー作るともう四五日カレーだったもんですから、それが嫌で作んなくなったのかもしれないですけど、あの、だいたいうちは今チキンカレーですね。306番目の迷い人さん、辛いもの食べすぎるとバカになるよということでね、やっぱあの何事もね、ほどほどというのがちょうどいいようで、うん。307番目の迷い人さん、蜂蜜って一瓶を一気飲みしたら一体どうなってしまうんだろうって、恐ろしい一体どうなってしまうんでしょうっていうか、おそらくね、あれ一気飲みするのってすっごい時間かかると思いますよ粘度が高いんでね、あのさらっと流れてくるような蜂蜜だったらいいかもしれませんけども、結構じっとりと流れてくるタイプの蜂蜜だったりして、あれを一瓶一気飲みしたらね、口の中ベッタベタになりそうな、味がしばらくね、脳天に突き抜ける甘さかなっていう感じですけれどもね、ただやっぱりね、風邪ひいてて喉が辛い時とか、そういう時とかには蜂蜜食べたりしますけれども、最近そういえば蜂蜜使ってないな。個人的にはベーグルにね、プレーンのベーグルに温めて蜂蜜つけて食べるのが好きだったりします。では一気飲み想像すると脳天突き抜ける甘さだろうな。口の周りとかすごいでベッタベタになっちゃうでしょうね。308番ヘッケリさん、ギョーアンちゃんは蜂蜜どころかはちゃめちゃごめんぺこということで、いやいやもうその通りでございますよ。本当蜂蜜どころの騒ぎじゃございませんね。309番整理整頓な人さん、306番目の迷い人さんへ、マジでかしまったということでね、辛いもの食べ過ぎるとバカになるよという情報をいただきましたけれども、ありがとうございます。ね、いやーもう盛況でありがたいな。はい、ではですね、続きまして、何しようかな。あ、これにしよう。ではですね、本日2本目のお話を読ませていただきたいと思います。聞かずの神様。昔々諏訪には何でも願い事を叶えてくれる神様がいたそうです。そして願い事を叶えてもらったら、みんなは俺に団子やお餅をお供えしたのですが、年月が経つにつれて人々はだんだんお供え物をしなくなりました。神様はそんな身勝手な人間に腹を立てて、それっきりいくらお参りしても願いを叶えてくれなくなったのです。そんなある日、村一番の貧しい男が神様のところにやってきました。男はいくら働いても暮らしが楽にならないので、やけくそになってこんなお願いをしたのです。一生懸命働いても暮らしがちっとも楽になんねえ。こんなことなら生きていたくねえ。いっそのこともっと貧乏になって早く死なせてください。ところが、その日から男に運が向いてきて、男はたちまち大金持ちになったのです。その噂はたちまち広まり、神様のところには再び大勢の人がお参りに来るようになったのです。けれどもこの神様は、普通にお願いしても願いを叶えてはくれず、貧乏だった男のように不幸なことを願うと幸せにしてくれるので、人々はその神様を聞かずの神様と呼んだそうです。以上、聞かずの神様をお届けいたしました。こちらはですね、長野県の民話ということで、聞かずの神様、あべこべのことを言うとね、叶えてくれるというへそ曲がりな神様でございますけれども、
まあね、神様にしてみればね、自分たちのこう願い事があるときばっかりこう神頼みにやってきて、ね、願いが叶うと途端にこう来なくなるという、お前らみたいな身勝手なやつの願いなんか叶えてやるもんかっていうふうに思われてもね、もうそれはしょうがねえやっていうような状態ですけれどもね。そうなのよ。ねえ、神様にしてみたら、正直言っていい迷惑みたいなね、部分もあるかもしれませんけれどもね。そう。あべこべのことを言えば叶えてくれる神様という、聞かずの神様というお話をお送りいたしました。またなんか蜂蜜の話で盛り上がってんな。ネイバーのまとめですね。そう、あ、鹿肉が出てきちゃった。ね、310番整理整頓な人さん、じゃあはいということでね、蜂蜜を使った料理のレシピ集というのが出てますけれども、アカシア蜂蜜で作るタケノコご飯、はあ、あ、でもうちあれです、豚キムチを作るときに、お肉にね、蜂蜜を揉み込んでちょっと焦げ目がつくような感じでお肉を焼いてからキムチと混ぜ合わせますけれどもね、美味しいですよ。お肉にしっかり味が染み込むというか柔らかくなって、意外とねこれがキムチと合うんですよ。美味しいですよ。あ、なんか豚の蜂蜜酢煮読みにくいな、蜂蜜酢煮、蜂蜜とお酢で、煮るんですかね。あ、うちは鶏の手羽元をね、お醤油とお酢と、みりんだったっけ、だからね、煮込んで、ゆで卵も一緒に煮込んでね、さっぱり煮で作ったりしますけども、私はあまりお酢が得意じゃないので、お酢の量を少なくして、やってますけれどもね。鹿肉のトナカイ風串焼きとかね。鹿肉あんまり手に入んないよ。はぁ、キャラメル仕立て焼きリンゴスノースタイルとかね。該当するページが見つかりませんでした。そうだ、もらい物のリンゴがあるんでね、それも使っちゃわなきゃいけないんですけどね。はあ、311番 FW11 ビレジョゴさん、蜂蜜でも日本蜜蜂の蜂蜜は様々な花や木から蜜を集めてくるので味がいろいろと複雑になるんですね、なるんですよね。対して西洋蜜蜂は決まった花から蜜を持ってくるので、各花々の蜜というのが売られていますね、ということで。そうですよね。アカシアの蜜とか、クローバーの蜜とか、そういうふうに分けてね、子供の時はね、なんでああいうふうに分けて花の蜜取れるんだろうって、すごく不思議に思ってましたけれども。そうなんですよね。西洋蜜蜂っていうのは決まった花から取りに行くんですよね。ただなんか去年でしたっけ、なんか養蜂家のミツバチが謎の大量死を遂げてしまって、養蜂家大打撃を受けたっていう、ね、原因が不明なんですけれども、下手すると巣箱をこういくつかこう巣箱を置いときますよね。その巣箱の一箱分の、コロニーが全滅しちゃうっていう。で結局西洋ミツバチって輸入してるらしいんですよ、養蜂家さんが。でそうするとヨーロッパの方でも結局はそのミツバチの大量死というのが起こってて、輸出してくれなくなっちゃうっていう、蜂の数が全体的に足りなくなって、よその国に輸出してる分だけの数が確保できないよっていうので、日本でね養蜂家さんが輸入できなくなっちゃって、なんかすごく大変だっていう話をテレビのニュースとかでやってましたけどね、結局原因は分かんなかったんですよね。何だったんでしょう。312番整理整頓な人さん、ご神体は天の尺ってかってね、言いましたね。天の尺ってね、よく多聞天とかに踏みつけられてますけどね。天の尺って要するにツンデレ、今風に言うとツンデレね。天の尺、そうだからもうへそ曲げちゃったんですよね。なんでお前ら都合のいい時だけ来やがってみたいな。で、
あべこべのことを言わないと叶えてくれないというね。でもそれでもあべこべのことを言って叶えてくれるんだったらまだいいじゃないですか。絶対に叶えてくれない神様とかよりね、まあユーモアがあっていいんじゃないかなというふうに思いますけれども、313番目の迷い人さん、ああ神様、私はグラマラスな美女が一人もいない無人島に住んでみたいですやるなあ、でもあれですよ、グラマラスな美女が一人もいないっていうことはヒンヌーさんがいっぱいいるっていうことですね、まあ、無人島か、逆になるわけですから、そうですよね、無人島じゃなくてこういっぱいいるっていうことですよね、グラマラスなところが、あべこべになってしまいますから、貧乳な、美女じゃないですよ、まあ住人並みだったらいいよねうん、そういう風になりますよ。そこら辺が全部あべこべになりますからね、314番目の迷い人さん、こんな時間に腹減ってきた、メタボエまっしぐらだなということでね、今日はねなんだか、焼肉ライスバーガーにカレーに、蜂蜜とね食べ物の話題で盛り上がっておりますけれども、ついでに言うなれば私がサブウェイを投下してしまいましたからね、確かに腹減ってきますよね。そう、夕飯きちんと食べてもこう1時2時の時間とお腹すくんですよやっぱり。で考えてみたらね、ちょうどお昼ご飯食べる時間がひっくり返っただけですから、お腹すかないわけはないんですけど、これから体を動かすわけじゃないのに食べちゃうと大変なことになるっていうね、315番ヘッケルさん、カレーにソース大好きだった、昔おかんが作ってくれたカレー、今でも帰り道玉ねぎ炒めたり、そしてカレーっぽい香りがお母さんの香りがして、早く家に帰ろうって、それが母ちゃんとの今はなき母との思い出です、料理の匂いがということでね。そう、わかりますよ、やっぱりね、仕事して夜こうポテポテ帰ってきて、ああもう疲れたとか思ってて、ね、夜道を歩いててよその家からふーっとカレーの香りがしてきたりとか、ふーっとニンニク炒める匂いとか、こう玉ねぎ炒める匂いとか、あとたまらないのがね、サンマ焼く匂いです。サンマ焼く匂いとうなぎ焼く匂いももう抗えない。そう。ね、やっぱり匂いですよね、記憶を呼び覚ますきっかけっていうのはね。で、特にお母さんの作ってくれた料理の匂いっていうのはもう脳裏に刻まれてますから、もうパッと思い出しますよね。そう、一番もうね、晩ご飯もう本当にお腹空いて帰ってきてる時にサンマ焼いてる匂いとか、うなぎのね匂いとかもたまんないんですけど、朝のパン屋さんの焼きたてのパンの匂い、あれもね抵抗しがたい、フラフラと店に入りたくなりますからね、で思わず買っちゃったりするんですけれども、昔住んでたところがね、こう坂上がったところにそのベーカリーがありまして、で、うち朝からパン食だったんですけど、パンがないとね、朝6時からそこの店開いてるんですけど、食パンが切れるとね、朝一番で買いに行って、焼きたてのパンなんで、うちに持って帰ってね、切れないんですよ、パン切り包丁で。で、お店でスライスしてもらわないと切れないんですけど、スライスしてもらわないパンを一斤、ほかほかのを買って帰りまして、家でね、こうちぎってマーガリンつけて食べるのがもう大好きでしたね。パン自体のあったかさで溶けていくんですよ。すごいふわふわなんで、これ、ね、手で簡単にちぎって食べられるんですよね。なんかほじくって食べちゃったりとか。あれがもうすっごい好きで、なかなかね、一気にね、買うっていうかね、切らない状態で買うっていうのがなかなかないんで、もう最近ではできないですけれども。ほんとパン屋さんのパン焼くによってなんであんなにいいんだろう。316番目の前指手さん、今来たよ、朝までやるんだっけっていうことだから、朝までやんないってば、なんでみんな朝までやらせたがるんですか読めないから、無理だから、私の声3時間しか持ちませんから。いや本当にね、今日もね、なんか会社でそういう話になって、普通のね、ラジオのパーソナリティさんとかっていうのは、途中でコーナーが変わって担当してる人がこう切り替わったりとか、途中で音楽が入ったりとか CM が入ったりとかするじゃないですか。
で、例えばね、お昼4時間とか放送をなさってるパーソナリティさんでも、4時間丸々自分で喋ってるわけじゃない人とかもいらっしゃいますし、途中途中でね、やっぱり CM 入ったり、音楽入ったり、ゲストさんが喋ってたりとかね、そういうのがあったりとかして、自分一人でこう全部喋ってるわけじゃないけれども、いや、それでもすげえなと思いますけど、やっぱね、きつい、きつい、正直言って3時間。この調子でね、一人で喋ってるのね。朝まではね、無理だね。ちょっとね、で、今日はちょっと始めるのが遅かったので、そろそろ1時間かなっていう感じですね。あともうちょっと読みますけれども。なんか、ねえ、またすげえ。蜂蜜の話題で盛り上がってんな。317番目のマヤビタさん。蜜蜂が絶滅すると人類は4年で滅亡するらしい。アインシュタインの予言らしいが本当かなということで。ああ、聞いたことありますね。蜜蜂が死滅しちゃうとね、人類もやっぱりこう、生き延びることができないというのであるんですけども。結局そのミツバチが絶滅するだけの生態系が崩れてしまえば人間も無事でいられないっていう部分もあると思うんですよ。ね、今回のそのミツバチの大量死っていうのの原因がどこにあるのかはわかんないですけど、まあね、その蜜を集めるための花がなくなったりですとか、気候的な問題もあるでしょうし、あとは大気中のね、そういう有害物質なんかの問題もあるでしょうし、あとはこう天敵の数が一挙に増えたりとか、そういうこともあるでしょうし、やっぱりそれだけの要因があって、それらのバランスが崩れてきたときに絶対人間に影響がないっていうことはないと思うんで、まあ、4年かどうかはわからないですけどね、でもなけにしもあらずかなっていうような気はしますけれども、318番目のマヨビトさん、蜂蜜って言うとバーモントカレーを思い出すね。効果あるのかなっていうので、バーモントカレーはやっぱり甘いです。一般的に売られてるカレールーよりもやっぱりバーモントカレーのルーっていうのは甘くできているので、子供の頃はもうひたすらバーモントルーでしたけど、あれです、今思えばうちの父親は相当物足りなかったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。子供に合わせてバーモントカレーをずっとね、中辛、私らが大きくなってからも中辛で食べてましたけど、今ね、一般的な、とろけるカレーとか、なんだっけ、コクマロカレーとか、そういうのの、中辛と比べてみれば、やっぱりバーモントカレーって甘かったですよね。いや、蜂蜜が実際に入ってるのかどうかわかりませんけど、まあ、リンゴと蜂蜜がとろり溶けてるというのがキャッチフレーズですのでね。319番、整理整頓な人さん。315番、ヘケルさんへ。俺はあかんわ。ガキの頃からカレーにソースかける意味わからんかったし、未だにわからんということで。やっぱりね、カレー、辛いのが苦手な人っていうのが、うちの母親なんかは多分そうだったと思うんですけど、辛いのが苦手っていうので、ソースの甘みを混ぜて、ちょっとね、辛みをマイルドにしてから食べるという風な感じで食べてたんだと思いましたよ。そもそもね、うちの母親出身が京都なんで、どちらかといえばやっぱり甘い口なのかもしれませんね。今我が家はほとんどが辛い口になってしまいましたけれども、ちなみにうちの実家の母ちゃまは、お餅をですね、マヨネーズ醤油で食べる人ですね。あ、マヨネーズじゃない、なんだっけ、バター醤油だ。醤油に飽きるとバター醤油にして食べる人ですね。そうそうそう、確かそうだった。で、美味しいよやってごらんって言われるんですけど、基本ご飯にバターに醤油が嫌なんで、なんでバターにね、ご飯、あったかいご飯にバター乗っけて醤油かけて食べると美味しいよっていうの聞いたことありますけど、なんでわざわざそこにご飯にバターなんて思うんで、私はやらないんですけど、うちの母親はやりますね。お餅焼いてバター醤油で食べるっていう。やっぱそれぞれのね、個人それぞれの好みの口なんで、えーっていうような食べ方ももちろんありますけど、
まあ、あの否定をする気はありませんけどね、うん、あの無理に進めてくんなっていうのはあります、はい。320番整理整頓な人さん、316番目の迷い人さんへ、24時間じゃなかったっていう、セブンイレブンじゃないから無理だから耐久レースはできないからあ、321番目の迷い人さん、あ、神様、私は貧乳のブスしか住んでいない島に住みたいです。直しましたね、直しましたね、はあ、それを聞き届けてくれるのがものすごい素直な神様だったらどうしますか。ね、あのさっきのね、あべこべな聞かずの神様だったらこう叶えてくれるかもしれませんけども、ものすごいあの素直でいい神様で、よしじゃあ分かったって言ってもこの通りやってくれたらどうしますか。322番整理整頓の人さん、じゃあ鳥間草屋でも焼いてみようかということで、なぜそこで草屋焼く、あれどこに草屋売ってたんだっけ、成城石、なんか年末に買い物に行った時に、あ、草屋売ってるとか思って、成城石だったかな、草屋ね、あ、作り方がすっごいですよね、あれね、匂いがもう、まずその漬け込む液が目にしみるほど臭いっていう話を聞いたことありますけど、草屋ね、あれですよ、焼くときにはご近所さんにね、これから草屋焼きますということで、ちゃんと注意喚起してから焼いてくださいね。あれは正直、抗がんのレベルだって言いますからね。実は私、草屋の匂い嗅いだことはないですけれども、うん、こればっかりは一生嗅がなくてもいいかなっていうふうに思ってますね。323番目の迷い人さん、焼きたてのパンに蜂蜜塗って食いてーということでね、今日のあやかし語りはね、夜食テロになってますけれどもね、本当にね、なんだろう、今日食べ物の話でものすごい盛り上がってますね、324番目の迷い人さん、曲入れようよ、誰もダメちゃ入れちゃダメなんて言ってないからということで、曲ね、うーん、ただあれですよ、音楽サイトさんの方からね、お借りして持ってきてるもんなんで、またちょっとね、そういうところに使えるかなというようなの休憩用に入れてもいいなと思ってるんですけど、一応ね、長くても1時間半を目指してる放送ですので、うん、またね、なんかの表紙に、じゃあちょっと今日は長時間やってみるかっていう時になりましたら入れてみようかな、うん、ね、入れた時に入れちゃダメとか言わないでくださいね、お願いしますよ。325番ヘッケリさん、メタルインドカレーってスパイスだけで、おかんが玉ねぎや人参、じゃがいもって黄色いカレーやって、でもそれがうまくて今のカレー屋さんとは違った、うまかったんでってね。そうですよね、今のカレールーっていうのはすごい本格的だったりとか、こうスパイスをねすごい追求したりしてたんで、やっぱりね、昔のカレーとは違いますよね、味がね、326番 FW11B レッド B レッド5さん、豚汁と蜂蜜専門ネットラジオ、それがここですということで、違う違う、豚汁もそうだけど今日は違う、今日はカレーと蜂蜜の専門チャンネルになってるすごいね、だってこんなに盛り上がると思わなかったんだもん、327番整理整頓な人さん、これはありなのかということでね、なんすかあ、ハニーミツバチコーヒー、ミツバチカラーをモチーフにしたほっこりかわいいお店ですということで、あー、ドーナツ、メニュー、コーヒーメニューだから、蜂蜜コーヒー、蜂蜜ラテとかね。そう、お砂糖よりも、蜂蜜の方がちょっと甘さが柔らかいのかなっていうふうに個人的には思ってるんですけどね。あれですよ、ハニーラテとか好きですよ、私。駅前のタリーズコーヒーとかね、行くと必ずそういうの頼んだりしますけれども。ああいう飲み物に関しては私甘い口なのか、食べ物は意外と辛い口なんですけどね、スタバ行くと大体、キャラメルラテですね、で、タリーズ行くと
そうですね、ハニーミルクとか、蜂蜜ラテとか頼んだりしますね。結構好きですよ。328番目の眉人さん、バーモントカレーは子供用ってイメージかな。カレーは深いよ。ジャガイモ入れるか入れないかで宗教戦争起きてるくらいだからってこと。カレーやべえ、深いなそれ。ねえ、ジャガイモね、夏場はうち基本的にカレー作んないんですよ。日持ちがしないんで、冬というかね、まあ、夏以外の季節はよく作るんですけど、ただね、なんかジャガイモ入れるとあんまし持ちが良くないっていう風に聞いたんで、なるべくね、ちょっとね、量たくさん作っちゃう時なんかはジャガイモ入れないようにしてます。ただね、うち息子くんはね、お野菜刻んだねチキンカレーが好きって言ってそれチョイスしてくるんですけれども、うちの相方くんはね、味覚がおこちゃまなんで、やっぱりね、味は辛くていいんだけど野菜はゴロッと入れてほしいという言ってましたね。だからたまにこうテレビなんかでね、カレー、そう野菜ゴロッとしたジャガイモカレー出てくると、うわこれうまそうとかって言いますけどね、あえてジャガイモ入れてやんないっていうそういう意地悪をしたりしますけれども、で確かにそうですよね。バーモントカレーって一般的にこう出てる最近のカレーからしてみると、やっぱりちょっと甘めの子供用というかね、子供が安心して食べられるカレーっていうようなイメージがありますよね。329番目の迷い人さん、カレーには醤油やバターだなということで、あ、もしかしてカレーにバター乗っけて食べるんですか。子供の頃よく私カレーに醤油かけて食べてましたけど、バターはさすがにないな。でもあれですよね、玉ねぎ炒めたりするのにバターで炒めるとコクが出そうな気がしますよね。あとあれ、あえて油を使わないで野菜を炒めるときにカレーのルーを入れちゃうんですよ。で、もともとがあれ、固めるのに油を使ってますから、溶けるらしいですね。ごめんなさい、溶けるらしいですね。で、ちょうどカレーの油でこう炒めてるような感じになるという。ただ火強くしすぎちゃうと焦げちゃうんで、火加減が難しいらしいですけれども、あえてね、こう炒めるのに油を使わないで、もうそのままカレーのルーを使って炒めちゃうという方法もあるっていうふうに、あれは何だったかな、もうずいぶん前になりますけどテレビで紹介されてましたね。私の知識はどっかで見たり聞いたりしかない。そう、実生活から学んだことはあまりないというね。330番ヘッケルさん、大阪有名なお店ではカレー混ぜ込みご飯に卵を落とした有名なところありますやん。カレーうどん食べたくなってきましたということで、カレー混ぜ込みご飯混ぜちゃうに卵を落とす。はあ、でもあれですよね、辛いカレーに生卵を落として混ぜて食べるっていう人もいますからね。はあ、いろいろ食べ方がありますよね。カレーうどん一昨日食べたな。やっぱカレーうどんもお店お店で味が違いますからね。でもね、カレーはね、やっぱりあれです、和風カレーが好きです。カレーうどんのカレーが好きです。ああ、もうなんか、お腹減ってくるなぁ。331番、整理整頓な人さん、じゃあこういうの貼っとくか、とかで、またこういうね、食べ物系、プラチナレシピ、男の料理、蜂蜜バナナチキンカレー、バナナ入っちゃった。ああ、これはね、うちの息子には多分不評かもしれないですけど、うちの相方は大喜びするかもしれませんね。バナナ好きですからね。家で寝てる間中バナナ食ってましたからね。バナナ買ってとか言って、本当に食ったバナナの皮きちんと捨てろよって話ですけど。お、蜂蜜カレー味のチキン、これ美味しそうだな。さっぱりとしたレモン味で食が進みますということでね。ほうほうほう、これはカレー粉を使うんですね。あ、これ美味しそうだな、ちょっと作ってみようかな今度。332番、整理整頓な人さん、へー、タリーズあるんだ、最近近くにできた、近くにドトールあるのにやるな、スタバは近くにないなということで、スタバはね近くにないんですよ。
ったもん。最近でもないか、小学校上がって、だから4年ぐらい前かな、4年か5年ぐらい前に映画館ができまして、そこの1階にねタリーズコーヒーができたんですよ。で、うち映画見に行くときに、時間がちょっと余ったりとかすると息子とそこに寄って、水分補給してから行くというね。で、私もそこでちょっとタバコ吸ってから行くみたいなことはやりますけれども、そうで、スタバがね隣の駅、ちょっと市街地の方行くとね、駅の中に1軒あって、私がこうよく行く本屋さんに1軒ありますね、うん。で、その中間にスタバが1軒ある。ああ、そうだ、あそこの商店街の並びは、入り口にタリーズがあって中間地点にドトールがあるんだそう、結構ね人によって違いますよね。スタバ派の人とタリーズ派の人と、どちらでもなくてやっぱりドトールが好きっていう人と、いろいろこうね、それぞれの好みがあって分かれてたりするんで面白いですよね、そういうのも。333番ヘッケリさん、331番整理整頓な人さんへ、見ないよー、だってウィンドウ開いたら重たくなるもん、ということでねそういう理由かそういう理由か、お腹が空くからじゃないのか334番整理整頓な人さん、おでんの余った具材カレーとかカレー鍋もいいかもこの時期、というのでね、そうですよね。あのね、うちカレー鍋作んないんですよ。お鍋は基本、昆布だしで、ポン酢で食べるんですけど、なんでかな、なんでかな、別にこだわりがあるわけじゃないんですけど、カレー鍋作んないですね。だいたいうちで作るのはキムチ鍋か、通常のねポン酢で食べるお鍋か、ちゃんこ、塩ちゃんこだったりとか、この間味噌ちゃんこ作りましたね。味噌ちゃんこと言いながら豚肉を入れてしまいました。で、お腹に優しいものを作らなきゃいけない時期だったんでね、そこにうどんぶち込んで、食べましたけれどもね。そう、ああもう本当に今日はあれですね、食べ物の話題でなんだこりゃ335番 FW11B レトゴさん、自由券のレトルトを金曜日に買ってきた券ということ、おお。しっかり日曜日に食べるんですか、ね、レトルトも最近美味しいのありますよね。うちはもうね、相方のお昼ご飯用に安いレトルトを大量に買い込んできて食べさせますけどね、もう食べて寝る人なんで、うちで、ね、2食違う3食食べるんですよ今。朝帰ってきて朝ごはん食べて寝るんですよ。でお昼にお腹すくっつって目が覚めるらしくてお昼ご飯食べるんですよ。で晩ご飯食べて仕事行くんで、うちで3食食べるんですよ。結構めんどくさいですよ、ね、言っちゃいけないかもしれないけど結構めんどくさいです。で336番ヘッケルさん、俺味噌汁にバター入れるの好きです。お味噌汁にバター、それは初耳。すごいな、みんないろんな食べ方してるんだな。へー、味噌汁にバターは入れたことなかったな。なんかみんないろんなものにいろんなもの入れてますね FW11B レッドゴさん、自由券、あー自由券ね、へー、混ぜご飯というか、なんだろう、ドライカレーじゃないよ。あ、でも混ぜご飯っていうのが一番しっくりするのか。へー、これに卵を落としてこう混ぜて食べる感じなんですね。大阪名物、知らなかった混ぜ込みご飯ね、カレーの混ぜ込みご飯、そうだよね、あの写真からするとやっぱり混ぜ込みご飯というのが一番しっくりくる言い方でしょうね。ほう、和風カレー、そう和風カレーが好き。なんだろう、カレー、余ったカレーをうどんに乗っけてもカレーうどんじゃないじゃないですか、味がやっぱり。これね、カレーを出汁で伸ばしたお蕎麦屋さんのカレーうどんが好きなんですよ、和風カレーがね。そう、和風カレー、和風カレー、あーダメだ、食べたくなってきた、お腹鳴るぞ339番ヘッケリさん、でも一番好きなのは
愛する嫁のおっぱいですって。おいおい。おいおい。何を宣言しとる。まったくもう、夜中のハイテンションは怖いね。340番目の迷い人さん、暇な時見てね、カレーは好きに作ればいいと思うんだけどね、こだわると収拾がつかないよね、ということで、本当ですよね。こだわり始めると収拾がつかない。あー、本当だ。カレーにジャガイモを入れる是非をどうすれ。すごい。はー、すごい。ちょっと、うん、これ、暇な時にゆっくり読ませてもらいます。すげー。論争が起きてる。もうね、カレーはそうです、好きに作ればいいと思う。自分が好きなカレーを好きな時に好きなように作ればいいと思うね。じゃがいも入れたければ入れればいいと思うし、でそれをね、人がね、いやもうそれじゃがいも入れるのは邪道だろうとかね、そういうのはどうでもいいと思うんですよ、うん、うちも言われりゃじゃがいも入れて作りますよ。で今日はじゃがいもの入った野菜カレーがいいって言われればじゃがいも入れて人参もゴロッと入れて作りますけど、やっぱね急いで作んなきゃいけないんで、基本こうじゃがいもの火の通りがね、一番時間がかかっちゃうので、まあ、パパパッと作れるように野菜刻んでチキンカレーにしちゃいますけどね。そう、うちはね手間暇かけて作ったカレーね美味しいって言ってもらえないんですよ。昔キーマカレーを作ったんですよ。ひき肉から炒めて本当にね時間かけて手間暇かけてキーマカレーを作ったんですけど、一言も美味しいって言ってもらえなくて、あ、チキショー二度と手間暇かけて作るもんかって思ったんでね。本当に20分ぐらいで作ってるカレーなんで、普段はね、そう、だいたいね6時に起きて仕事にご飯食べて仕事に行くんで、まあ、遅くても5時にはご飯を作り始めなきゃいけないわけなんですけれども、あんまりねこうじっくり手の込んだものを作ってられないので、うん、だからつってね3時とかそのぐらいの時間から作り始めるのも嫌なんで20分ぐらいでねちゃちゃちゃっと作っちゃいますけれどもね、中学校の時の先生がお正月におせちを作る代わりに、焼き豚とカレーをちょっと自分でね、手間暇かけて作ってみようというので3日ぐらいかけてこう野菜をコトコト煮込ん でカレールーも市販のものではなくて小麦粉からねこう炒めて作って、でストーブの上にかけてトロトロと煮込んだカレーを3日ぐらいかけて作ったそうなんですよ。でよしもうこれ明日は食べるぞと思ってすっごい楽しみにしてたら、実家のお母さんが遊びに来てね、先生が買い物に行ってる間に食べちゃったっていう。お前このカレーすっごい美味しかったよってね、なんかね食べられちゃったっていうね、そういう悲しいお話を中学校の時に聞かせてもらって、食べ物はね、お客さんが来た時にはまず先に食われてしまうということを覚悟しなければいけないというね、そういう教訓を得ましたけれどもね。341番整理整頓な人さん、俺はすき焼き食べたいですということで、あーすき焼きね、そうこの間ねすき焼き作ろうと思って牛肉安い時に買ってきてたんですよ。で、あ今日はじゃあすき焼きにしようかなって言ったら、うちの息子にうん、ハヤシライスにしてって言われて、すき焼き即興却下でハヤシライスに生まれ変わった牛肉っていうのがいましたね。なんであいつすき焼き嫌だって言ったんだろう。ね、暮れにちょっと肉じゃがをね作ったんで、その時のすき焼きのタレが残ってるもんですから、じゃあそれ使い切るためにもすき焼きにしようかなと思って、じゃあ今日すき焼きにするから材料買いに行ってくるねって言ったら、息子に林にしてよって言われて、林ルーを買いに行ったんですけれども、うん、いつか作ってやるすき焼き。342番目の迷い人さん、蕎麦屋のカレーはうまいよなーっていうので、美味しいですよねお蕎麦屋さんのカレーね、あれもね独特の味でねすっごい好きなんですけどね、うん、売ってますけどねスーパーでね、和風カレーというので、やっぱりねお蕎麦屋さんで食べるカレーが美味しいんですよ。和風カレーが美味しいんですよ、うん、いやしかし今日は本当に食べ物の話だな。夜食テロのようなネットラジオになってしまったな。343番ヘッケレさん、341番、今からチャリでおいで、すき焼きしようかにゃー、来いよーということでね、あーすき焼きね、すき焼き牛肉安くなんないかな。
ちょっと明日見に行ってみようかな。いや、明日は魚の予定だ。明日はブリの予定だ。そうそう。早々肉ばっかりも食ってられない。344番、整理整頓の人さん、ダッチオーブンね。こんなのもあるのか、奥が深いな、カレーって。ということで、なんかダッチオーブンのね、URL が貼ってありますけれども。あ、すき焼きカレー。ダッチオーブンで作るお手軽カレーから本格カレーまでのレシピを紹介します。へぇ、すき焼きカレー。ほんとだ、具材がすき焼きだ。でもカレールー入れるんだ。味が想像つかない。すき焼き感をもっと出したいときはすき焼きカレーの真ん中に卵を落とすといいかもしれません。あ、ニラなんだ。すき焼きって言っちゃ春菊ですけどね、ニラなんですね。はあ、わかった。うちあれだ、うちの息子が春菊あんまり得意じゃないからだ。だからすき焼き嫌だって言ったんだ。謎が解けたぞ。345番 FW11B レッドコさん、やはりこれくらい手間暇かけるのは普通ですよ。震え声。俺二郎アット自宅、自作ラーメン二郎も。ラーメン二郎ね、噂には聞くラーメン二郎ですね。はぁ、自作しちゃうんだ。あれだって写真で見るとすごいですよね、あの二郎のラーメンとか。うわ、麺から作ってるよ、すげえ。恐ろしい、ここから自作なんだ。うわ、柄とか2日前から煮込むという意味で。うわ、肉すげえ、寸胴鍋。うわ、ちょっと自宅じゃできない、震える。マジで震える。346番、整理整頓な人さん、343番、ヘッキリさんへ、マジでか、行く行くとか言うね。いやー、行くぞ。あの、ヘッキリさん、今から行くよ。整理な人さんが。ね、347番、ヘッキリさん、342番目のマヨビタさんへ、蕎麦屋とかうどん屋さんの和風だしにカレーの風味大好きです。お出汁とカレーって美味しいよなということで、そもそも一番最初にね、あのカレーをお出汁で伸ばそうと思った人は誰だったんだろう。すごいですよね、それをうどんにかけてしまおうというね。いやー、あの発想した人にはね、本当に賞状をあげたいぐらい。誰だ一番最初に考えたのは、すごいなと思いますよ。ね、そんなこんなで本日放送の半分以上はね、食べ物の話になった。すげえ今日、ね、ではあのとりあえずね、どっかで切らないと読めない。本日3本目のお話に行きまして、残りはレス読みかな。はい、ではですね、本日3本目のお話を読ませていただきたいと思います。生き肝の目薬。昔々あるところに、おばあさんととても仲の良いおとらという名前の孫娘がいました。ある日のこと、おばあさんは目の病気にかかってしまい、目がだんだんと見えなくなってしまいました。息子夫婦はいろいろな医者におばあさんの目を見てもらいましたが、どの医者にもおばあさんの目を治すことはできませんでした。そんなある日、旅のお坊さんが突然やってきて、息子夫婦にこう言ったのです。このおばあさまの目の病気は普通の薬では治せません。ただ一つの薬は子供の生き肝です。それを聞いた息子夫婦は、おばあさんの目を治したいけれど、子供の生き肝なんか手に入るはずがないと諦めました。すると、この話を盗み聞きしていた孫娘のおとらが、その夜、納屋で首をつって死んでしまったのです。そしておとらの着物の中には、大好きなおばあさまに、私の生き肝を食べさせてくださいと覚えたばかりの字で書いた手紙が入っていたのです。
娘を亡くした息子夫婦は悲しくて涙が止まらず、何時間も泣き続けました。それでも大人の気持ちを無にするわけにはいかないと、おばあさんには目の薬だと言って大人の生き肝を食べさせたのです。するとその途端、おばあさんの目に光が戻り、目が治るどころか今まで以上によく見えるようになったのです。見える、目が見えるよ。喜んだおばあさんは早速息子夫婦に言いました。おとらはどこへ行った？早くこの目でかわいい孫娘の大きくなった姿を見てみたい。それが実は。隠していても仕方がないので、息子夫婦はおとらがおばあさんの目を治すために首をつって死んでしまったことを話したのです。ああ、おとら、なんてことを。おばあさんは顔を真っ青にすると、その場にしゃがみ込んで一晩中泣き続けました。そしておとらのお葬式が終わると、おばあさんはおとらの冥福を祈るために33番の札所の観音様にお参りをすることにしたのです。おばあさんは何日も何日も巡礼の旅を続けて、とうとう最後の33番の観音様までたどり着きました。おとら、ちゃんと極楽へ行くんだよ。おばあさんはおとらのかわいい姿を思い浮かべて一生懸命拝みました。するとその時、ばあさま、ばあさまとおとらの声が聞こえたのです。おばあさんが目を開けてみると、なんとそこには死んだはずのおとらが立っていたのです。お前どうしてこんなところにいるんだい。するとおとらはにっこり笑って、うん、ばあさまに生き肝を食べさせようと死んであの世に行ったんだけど、そこへばあさまに生き肝を食べさせたらいいと言っていたお坊さまが現れて、私をここに連れてきてくれたんだ、というのです。それを聞いたおばあさんはしっかりとおとらを抱きしめると、ああ、ありがたいことだ、観音様、お坊様、本当にありがとうございます、と何度も何度もお礼を言って、おとらの手を引いて家に帰っていきました。以上、生き肝の目薬をお届けいたしました。こちらはですね、千葉県の民話ということで、おばあさんのね、悪くなってしまった目を治すために、この幼いおとらという女の子が首をつって自分の生き肝をね、おばあさんに食べてもらって目を治してもらってくださいというで、ね、最初こう読んだ時にね、この子供の生き肝がね、目の薬になるって教えてたお坊さん、なんて罪作りなお坊さんなんだと思ったんですけど、最終的にね、観音様とお坊様が出てきて、お寺を生き返らせてくれたということでね、果たしてこの坊さん何がしたかったんだか、お寺のね、そういうこうなんていうんですか、高校心というんですか、そういうのをね、こう試してみたというのか、これでねお寺は生まれ変わってじゃない、こう生き返ってきたからいいですけれども、誰が一番辛いって、食わされちゃったおばあさんが一番辛いじゃねえかよっていう話ですけどね。これ聞かされて誰が一番ショックって、食べちゃったよっていうおばあさんが一番ショックですけどね。そら巡礼にも出るわ。そう、書き込み348番ヘッケルさん、ブリってか照り焼き食べたいということでね、はい、うち明日ね照り焼きの予定でございますよ。349番、整理整頓な人さん、いつ3話目が始まるのかというオカルトっていうね、そうどこで切ろうか、ちょっとタイミングを測るのが非常に難しかったです
もう無理やりぶった切りましたけどね。350番、ヘッケルさん、おいで、みんなおいで、待ってるよーん、ということでね、もうこれからね、みんなで怒涛のごとく繰り出して、ヘッケルさんちですき焼きパーティーというね、いいなぁ、行きたいなぁ。351番、FW11B レッド5さん、あやかし語りじゃなくて、美味しい話になってる。ほんと今日はそんな感じになってますよね。なんでこんななっちゃったかな。ね、352番、整理整頓な人さん、豆丸のうどんスープの出汁でカレー粉溶かしたら和風になるのかなということで、ああどうでしょうね、出汁の方でカレー粉溶かしたらなるのかな。もう私はね、普通にあの和風のカレーになってる、そういう和風カレーのルーを買ってきちゃいますけれども、あでもどうなんでしょうね、やっぱり出汁の状態からそうやってカレー粉を溶いていくんですかね、なのかな。353番目の迷い人さん、カレー作るけど簡単になら20分ぐらいでできるよね。こだわればいくらでも手間かけて時間かけられる。今度からオカルトならぬレトルト放送で沸騰したお湯に3分間レトルト放送ね、3分待ってればあったかいのほかほかって出てくるよっていうね。あの日持ちしますぜそう、あの本当にねカレーね、簡単に作ろうと思えば20分ぐらいでね、圧力鍋使ったりとかで作れますけれども、本当にね料理はね凝り始めるとキリがないですからね354番、整理整頓な人さん、351番、FW11B レッド5さんへ、わらかし語りかもしれんっていうねわらかし語り違うよ、今日はみんながわらかしてくれてんだよ。355番、FW11B レッド5さんね、ここでいきなりね、話の流れをぶった切って生き肝の目薬にしちゃいましたからね、そしてこう何が大変、生き肝ということがね非常に言いづらいというのがね、そうね、本当皮肉なお話ですけれどもね、食べたら治っちゃうんですからね。356番、 FW11B レッド5さん、354番、整理整頓な人さんね、確かにそうかもしれない、笑かし語りね、そうだから今日はみんなの書き込みが笑いを誘ってるんですってば。357番、整理整頓な人さん、ある意味食人だな、皮肉なもんだということで、そう、今ね日本の昔話の中に非常に多く出てきますよね、生き肝を食べれば病気が治るね、足立ヶ原でしたっけ、足立ヶ原の鬼ババもそうですし、で暮れに読ませていただきましたね、時間を取るという、平の誰だっけね、あの武将がね病気になっちゃって、これはこう薬じゃ治らんと、あの子供の生き肝を食べれば治るよっていうことでね、あそう、丹波の神貞盛、時間を取る話よりというのでね、時間というのが子供の生き肝っていうあれでしたけどもね、生き肝って言っても肝じゃないんですよね、肝って肝臓じゃないんですよね、心臓のことを言うらしいですけれども、ね、なんでしょう、子供のその心臓をね食べると万病に効くっていうふうに思われてたんですかね、358番、 FW11B レッド5さん、めでたしめでたしということで、本当ですよ、これね生き返んなかったらね、ただの悲劇にしかなんないですからね、そう359番、整理整頓な人さん、素直にいい話だなぁとはとても思えんということで、本当ですよね、だから結局ね、その、こうすれば治るよって教えてくれる人がいるわけじゃないですか、ね、あの旅のお坊さんだったり、あのこう高名なお医者さんだったり、そういう人たちがあの子供の生き肝を食べれば治りますよっていうふうに教えてくれるわけなんですけれども、教えてね、そう、じゃあその人たちがやっぱり治りたい一心でどこからそれを調達してくるのかっていうところまでは考えなかったのかっていうことをね、こういつも思ってしまうんですけどね、罪作りだよなと思いますよ。なんか今日今表をすごいスピードでパトカーが走ってきましたけれども、今日帰りにもねパトカーがすっ飛ばしてくる見たんですけど、事故多いのかな、
なので皆さん気をつけて運転してくださいね。360番目の迷い人さん、生き返る、巡礼、四国を思い出すということでね、やっぱりそうきましたか。思い出しますよね。あの坂内ってやつですよね。うん、で千葉からね、やっぱこう孫娘の魂を弔いに、長い長い日にちをかけてこう四国の、巡礼の旅に出たということなんですけどね。うん、いやー、思い出しますね。四国ね、あれですよ、ちょうど上映してた時にリングゼロかなんかと同時上映だったんですよ。で、うち当時付き合ってたうちの相方と私と私の弟と一緒に3人で見に行ったんですけど、先に映画を2時間見るじゃないですか。その時点でやっぱ結構ね、そのスクリーンの空気ってよどんでるんで、その後また2時間っていうのは辛いなと思ってたのと、四国の一番最初に出てくるカメラワークがですね、山道のくねくね曲がってる道をバスが走っていく、それをね、こう俯瞰で撮ったり、バスの中でこう揺れながら撮ったりするのがですね、こう車酔いをする私にとっては非常に苦痛で、見れなかったっていうね、もう始まって早々ごめん無理っつって、出てきちゃった記憶がありますけどね。そして2本立てで行ったにもかかわらず私は1本だけ見て、で私がちょっとスクリーンから出ちゃったんで、うちの相方も大丈夫みたいな感じでついてきてくれて、結局うちの弟が1人だけ四国を見たっていうね、そういう思い出がありますけどね。361番ヘッケルさん、焼肉屋さんの焼肉屋さんでしょ、焼肉屋さんの生レバー禁止されて、生肉って馬刺しとクジラのお飲みしかないかということでね。私ね、生肉ダメなんですよ。うちの相方の実家が、実家かというか実家のお父さんが、長崎の出身なんで、馬刺しとかね、持ってくるんですよ。お正月行ったりとかすると馬刺し出されるんですけど、食べらんないですよね。飲み込めないんです。まず一番最初に、どんだけ新鮮だよって出されても、お肉の生臭さが鼻についちゃうんで、食べられないんですよ。もう飲み込めないんです。でもね、一回口にしてそれ以来ダメですけど、子供の頃からね、お肉は生で食べちゃダメってしつけられて育ってきてるんで、生レバーとか、もうそもそもレバーが嫌いなんで私、すごいね、好き嫌い激しいんですよ。もうそもそも焼いたレバーでさえ食べられないのに、生レバー持ってのほかっていうね、うん、だから、あれですよ、生レバー禁止になってね、すごいみんな、食べられないのみたいな大騒ぎなんですけど、もう幼少期からね、お肉は生で食べてはいけないというふうにしつけられてきた身としては、生で食べられないってなんでそんなにみんな大騒ぎするんだろうっていうふうなのが正直なところなんですけどね。うん、もちろんユッケとかも食べたことないですし、お刺身以外でね、やっぱお肉、魚はね、まあ、ある程度食べられるんですけれども、お肉はもう本当にね、徹底して生はダメですね。食べられない。必ず火を通さないと食べられない人です。うん、そう。だから今生肉って確かにね、馬刺しとクジラのお飲みぐらいですよね。クジラのお飲みも子供の頃食ったな。362番整理整頓な人さん、生き返る、ドラゴンボーニョ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 ということでね。そう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 、生き返る。うん。ね、だから巡礼しながら集めたのかもしれませんよ、おばあさんが。363番ヘッケルさん、レスに相手してお相手していただいてとても楽しいですということでね。はい、私もね、今日はねすごい勢いで掲示板が動いてるんでね、すごい楽しいです。364番、おつこうさんと呼びしいいんですかね、この年代でこんな難しい書籍を愛読する人はあまりいなさそう、有名大学卒とかってことで、およ書籍書籍私私はね、大学出てないですよ、高卒のおばちゃんでございますよ。一応これはですね、あれです、福娘さんというね、福娘童話集というサイトさんの方に、まあ、お子様に聞き
読み聞かせをするためにこう作ってあるサイトなんですけれども、そちらの方からですね、お借りさせていただきまして、読ませていただいております。365番FW11B レッドコさん、そういえば今でも関西ではレバ刺しを生肝と言ったりしますよね。と無理やり食べ物ネタ持ってきたな。生き肝、生肝、生き肝、砂肝。ねえ、レバー食べらんないの、貧血気味なんでね、レバー食えって言われるんですけどね。だから家で実家にいた時に焼肉する時なんかも、あのお前貧血気味で血薄いんだからレバー食わなきゃって言われるんですけど、ね、嫌いで嫌いで食べたくないのに皿の上にてんこ盛りにされるんでね、大嫌いでしたね。366番整理整頓な人さん、なんだこりゃ、リッパリんリハナイキなんで、え、あ、こらこら、読めた読めた、ダメだって。あー、なるほどね、そう読ませるか、またか。だからスルーしてって言ったじゃないですか。367番 FW11B レッドコさん、ギョーアンさんを捕まえに。捕まらないよー。ね、捕まえて何するんですか。何の役にも立たないよ。368番ヘッケルさん、肝、沖縄では肝入りち、ちばれよーとか言いますが、肝、過去心入れて、ちばれ、きばれ、頑張れと言うんですよということで、肝、肝入りち、ちばれよー。ああ、なるほどね。ああ。肝、肝じゃないね、肝なんですね。肝を入れて頑張れよっていう、ああ、なるほど。あ、沖縄の方言いいですよね。なんか聞いててほっこりするんですよね。うん、で、なんだったっけな、あの沖縄の方言で、エヴァのエヴァンゲリオンの、あの逃げちゃいけないっていう言葉を沖縄の方言で言うと、なんか全然緊迫感がないっていうような話をね、最近ちらっと目にしたような気がしたんですけど、言葉そのものは忘れちゃいましたけどね。あ、でもなんかいいな、あったかいな。はぁ、369番整理整頓な人さん、じゃあユッケ消えても問題ないわけねということで、そう、私個人としては問題がないです。うん、うちのね、相方食うのかな、相方はもしかしたら案外湯気ないと困るかもしれませんね。で、私と息子は特に問題がないです。あのうちの息子も生ダメなんですよ、お肉は。うん、あの、まあ、私がね、焼いたお肉じゃなきゃ食べさせないっていうのもあるんですけど、あの基本受け付けないみたいですね、やっぱりね。うん、口が似てんのかな。370番目の迷い人さん、生肉禁止されてるんだから今更無理に好きにならなくていいよってことでね。慣れないね、やっぱりね。あのやっぱりどうしてもね、一番最初に口に入れた瞬間のあの血生臭さっていうのがね、まあ、食べ慣れた人なんか、子供の頃から口にしてて食べ慣れた人なんかはいいのかもしれないですけど、やっぱり苦手な人はあれ無理だろうなっていうふうに思いますよね。だから本当にね、あの行って美味しいから食べなって出されるのが一番辛いんですよ。なんでもうすいませんって、生食べられないんでって断るんだけど、毎回行くと出されるのがね、覚えてろよとかって思うんですけどね。でも黙って旦那にあげてますね。371番ヘッケルさん、持ってのほかすごく美味しいチリとテチンってあるから、ギョーアンちゃんに送ってあげるから、氏名住所テル書いておいてやーということでね。チリとテチンって何、チリとテチンって何、なんだろう、なんかすごい、ゆるみちゃんをひっくり返してこう箸でチンチン叩いてるような音だけど、チリとテチンってなんだろう。372番目の眉人さん、レバーは下処理とか味付けをうまくすると結構食べられるんだけどね、良い出会いがないみたいだねということで、そうなんですよ。あ、やっぱり、ね、子供の頃から嫌いだったものなので、大人になってもね、こう見るとその味を思い出しちゃうんですよ。舌の上にその味が蘇ってきちゃうんで、
どうしても食べられないんですよね。もう本当に私が食べられないものって言ったら、匂いがダメだとまず食べられないんですよ。もう徹底してこう避けて通りますから、牡蠣も食べられないし、そうレバーもダメだし、酢の物もダメなんですよ。で、子供の頃はね、あのちらし寿司の酢飯も食べられなかったっていう話なんで、あのやっぱあの酸っぱいものあんまり得意じゃないんですよね。で、牡蠣も子供の頃こう無理に食べさせられましてですね、鍋に入ってたんです。無理に食べさせられましてですね、であれでダメになっちゃいましたね。今もう牡蠣の匂いそのものがダメです。ではね、あのちゃんとね、うまい人が下処理してそういう匂いとかそういう臭みとかもなくて出してくれてれば、もしかしたら子供の頃食べられたかもしれないんですけど、もうね、うちの父ちゃんがジャカジャカ作る焼肉でしたからダメですね。まあ、あの出されればねしょうがないからこうレバーなんか食べたりしますけれども、生のお肉に限ってはもう絶対食べませんね。あと牡蠣ね食べませんね。373番 FW11B レッド5さん、さっきの書き込みですね、まあ、さっきのパトカーの音がギョーハンさんを捕まえに来たのかと思ったんでしたということでね。何も悪いことしてないよ何も悪いことしてないよ私今日は捕まるようなことしてないよ、最近非常にね、ここあのバイパスがすぐ近くなんで、救急車とかパトカーとかすごい多いですね最近ね。あの消防車は割と少ないんですけど、暮れからねずっと救急車がもう 週4とか週5とかで通りますね。だから寒くなって具合が悪くなった人とか、あとあの雪が降ってね凍ったりしたんで、そういうので転んで救急車呼ぶ人とかも多かったのかもしれませんけれどもね、すっごい毎日のようになんかサイレン聞いてますよ。374番、整理整頓内緒さん、沖縄かマブヤだっけ、イーガーは東北だったかということで、マブヤね、沖縄の言葉ですよね。なんだっけ、マブヤってなんだっけ。だから最近ねちょっとあの沖縄の言葉に触れる機会が多いんで、あの読んだ本がね沖縄の短編集だったりとか、あのユーストリームでやってるね、沖縄からの怪談番組とかも好きでよく、見させていただいてますんで、沖縄の言葉に触れる機会は最近割と増えてるんですけれども、マビアってなんだっけ、忘れてしまった行きたいな、もう一回行きたいな、高校の頃一回行ったんですけどね、もう一回ちょっとゆっくり行きたいなっていうのはありますよね。375番目の迷い人さん、生肉苦手なのは食物アレルギーにつながるイメージがあるから無理強いは良くないよねということで、そうですね、私が基本食物アレルギーというかですね、まあ、アトピーを持ってますので、まあ、食べ物にももちろんアレルギーを持ってるんですけれども、やっぱね、今はね誰がどんなアレルギー持ってるか分かんないから食べられないっていうものをね、無理に勧めたりっていうのはちょっとね、本当に口にして命に関わるものとかもありますから、本人が無理だって言えばそれはもう無理強いしないでね、そうなんだっていうふうに、割り切ってほしいなっていうふうにありますよね。もちろん勧める方は美味しいから食べてみてっていうので勧めるんでしょうけれどもね、もう本当にお蕎麦のアレルギー持ってる人なんかは蕎麦茹でた湯気をね吸い込んだだけで呼吸困難になったりしますしね。私が今ね、割と平気だったリンゴの生食、リンゴそのまま食べるっていうあれが今ダメになってきたんですよ。特に熟したリンゴがダメですね。食べた後に喉がもうガーッと痒くなってきちゃうんで、火を通さないと食べられなくなってしまいましたね。376番ヘッケリさん、374番、ね、整理整頓な人さんへ、ヌーガーアランドアシアキサミヨーということで、なんか見たこと聞いたことのある言葉が出てくるんだけども意味がわからない。ヌーガーっていうのが、あなたがでしたっけ、アランドってわかんないな、アシアキサミヨー、アキサミヨーなんだっけ、アキサミヨーやってごらんよ、見てごらんよ、なんでしたっけ、なんとかしてごらんよでしたっけ、
秋雨よって。あれ、なんか割と最近目にしたんだけど、わかんない。わかんないや。377番、整理整頓な人さん、これだな、チリとてうんぬんということでね。あ、さっきのチリとてち、チリとてち。チリとてち、なんかお話ですね。はあ、ことのなりゆき、最近のうどん妙にコシがあるように思いませんか。確かにグズグズに伸びたものも困りますが、ボムを混ぜ込んだように歯ごたえのあるのは強ざめで、強ざめです。歯ごたえさっくり、それでいてしっかりとした存在感。なにわのうどんは本来はんなりとしたもんだったはずなのに、ということで、何かね、こうあれですね、またイメージとしては落語のような、お話ですけれどもね、こう会話がずっと続いていきますけれどもね、チリとテチ、あ、やっぱ落語なんですね、うん、はあ、チリとテチ、あ、名古屋名物チリとテチ、これ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 、久しぶりですわ、元祖ほんまもんやがな旦さん、このチリとテチンは元祖に限りますね、偽物は本家と書いてまんね、やっぱり元祖のチリとテチンは、あ、臭、あ、臭、えらい臭いな、たまらんな、ということで、チリとテチン、発酵食品、船寿司と一緒。はぁ、上方落語っていうのがね、チリとテチンって書いてありましたけどね、発酵させる食品なんですかね。うん。378番、整理整頓な人さん、376番、ヘッケリさんへ、グハー、意味がわかんねえということでね、なんだっけ、アランド、なんか法則があるんですよね、沖縄の方言ってね、ヌーが、ヌシが、あなたが、だったと思ったら、アランド、アッシ、アキサミヨ、アキサミヨなんだっけな、なんだっけな、すごい最近読んだ記憶があるのに、ねえ、なんかそんな、今日はね、夜食テロのような番組をお届けしているうちにですね、いつの間にやら2時を回っておりました。ね、すごい気になるんで、ヘッケルさん、これ言葉の意味書いておいてくださいね、ものすごい気になってるんで今、うん、このままだと夜布団の中入ってか、なんだろうな、秋雨よ、なんだっけなとかってね、思い返すことになっちゃいますんでね、ぜひ教えてください、お願いします。うん、ね、本日はですね、こんなもう本当にね、食べ物の話で盛り、番組の3分の2ぐらいはね、食べ物の話で盛り上がってしまった、放送だったんですけれども、本日168人の方に聞いていただいております。本当すいませんね、こんなグダグダな番組で、全然昔話読まなかったね、3本しか読まなかったね、うん、まさかね、こんなにカレーと蜂蜜で盛り上がると思わなかった。はい、ね、今夜の夜食テロは放送終了したいと思います。いや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 、ね、いや、でもね、本当に今日はね、掲示板ね、レスがすごく動いて、すっごい楽しかったです。私が一人で楽しんでますね、本当にね、たくさん書き込みいただいた皆様ありがとうございました。非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。もうお時間も、深夜2時、牛の航空に近づいてまいりましたところで、本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りには気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様、おやすみなさいませ。